広場に立つマルクス・アウレリウスの記念柱。左は、キージュグー・コロンナ広場は、イタリア、ローマの歴史地区、コロンナの中心にある広場である。名称は、紀元193年からここに立っている、大理石のマルクス・アウレリウスの記念柱から、取られている。円柱に飾られた、パウロのブロンズ像は、シクストス5世によって、1589年に、取り付けられた。 広場の東側には南北にコルソ通りが走っている。広場は長方形になっている。北側はキージグーと接している。この宮殿は元はオーストリア・ハンガリー帝国大使館であったが現在はイタリア政府が置かれている。また東側には1922年春光のショッピングアーケードのガレリア・アルベルトソルディ、南側には 旧ローマ郵便局のフェラオーリ宮殿とサンチバルトロメオエドアレッサンドロデーベルガマスチという小さな教会。西側にはウェイから持って来られた円柱のコロネードのあるウェディキンド宮殿がある。広場は古代からモニュメントの置かれた場所であり、マルクス・アウレリウスの寺院がウェディキンド宮殿のある場所に建っていた。1577年制作の広場の噴水はグレゴリウス13世が ロッコでロッシュの援助をするジャコモデラポルタに依頼した。1830年に復元され、タイルと共にアキレスと地による二つのイルカの彫刻が置かれた。中央の彫刻はより小さなものと噴水に置き換えられた。ありがとうございます。